スキャンダルさんがデビューした時ってどんな心境で？私は高校2年生でデビューしたんやけど、大阪の高校に通ってて、いきなり事務所から電話がかかってきて、1週間後東京の高校受験するからねって言われて、で受験して転校して、とにかくもうてんてこまいやったなって思う。もう毎日やることにこう精一杯というか、でもバンドがあるから頑張れたっていうところもあるし、でもそれ乗り越えられたかな、なんか何があっても大丈夫みたいなハートがその時に出来上がったなって思ってて、最初の1年はぐっと踏ん張っていろんなことにチャレンジして、強いハートで音楽やって、なんかどん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 それから自由になっていった。だからこれから受験があったりね、いろいろ学校も大変やろうけど、バンドっていう存在が絶対的に糧になると思うから、なんかどっちも頑張った先にある、先だけにあるものみたいなのが絶対にあると思うから、自分たちはあったし、やりたいことたくさんやってほしいなって思います。4人でいれば大丈夫。メンバーはね、力強いというか心強いメンバーがいるっていうことが。スキャンダルさんがデビューした後に、ずっとデビューしてからずっと心がけていることというか、自分たちに飽きないってことかなって思いますね。なんかいつも新しいことをしてたいし、新しいことするときに怖がらないでおこうとは思う。そうなると自然と今が一番楽しいっていう状況ができてくるんですよ。で、なんかそう思えるとね、その自信もつくし、で次にやりたいことも見えてくるし、本当にもうだからうちらもなんかアルバム単位だったりとかも一年一年モードががっつり違ってくることもいっぱいあるし、それでもなんかそれをとりあえず挑戦してみる、やってみるっていうのはすごく大事だなと思います。ありがとうございます。